日本郵船歴史博物館は神奈川県横浜市中区海岸2にある日本郵船の企業博物館である。1993年に日本郵船グループが所有する横浜市中区の横浜ビル内にて日本郵船歴史資料館として開館し、2003年に隣接する横浜郵船ビルの1階オフィススペースを改装した上で移転して、 日本優先歴史博物館として再開館した。日本優先の写真を通して日本の海運の歴史を構成に伝える内容で常設展では明治維新から現在の日本優先までの歴史を展示をしており、その他に企画展やイベントを行っている。2023年に建物は隣接の横浜ビルと同じく日本優先と三菱地所が解体する予定。 2027年に、跡地は外観を部分保存した上で高さ110メートル22階建てのオフィスビルが竣工する予定。1936年に竣工したギリシャコリント式のビルである。2003年には博物館とするため大規模な改修を行った。そのために1階部分を竣工時通りにするために天井や照明などを変えるなどをした。そのことが評価されて、 第15回ベルカ賞ベストリフォーム部門で受賞をしている。また、経済産業省の近代化産業遺産にも認定されている。日本を開く郵便機船、三菱会社の創業を紹介日本郵船、誕生日は、共同運輸会社との競争から日本郵船への一本化を、紹介世界に開く海外航路開拓の時代を、 紹介豪華客船時代の到来朝間丸に代表される昭和初期の客船黄金期を紹介戦争と壊滅太平洋戦争時の被害を紹介復興への道戦後復興期の航路回復を紹介総合海運会社への変革から高度経済成長を背景とした多角化戦略を紹介安定成長への対応オイルショックと海運不況以降の新たな試みを紹介内クコーナー 博物館本館と氷川丸の施設、日本優先グループの事業を紹介。ありがとうございます。